ヨーグルトを食べると脂肪がつきやすい場所が3つあります。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。健康やダイエットのためにヨーグルトを食べてる人って多いですよね。ところがヨーグルトは種類や食べ方を誤ると体のある部位に脂肪がつきやすくなるんです。このままだと一生デブ体型のまま、好きな服を着ることができないなんて絶対嫌ですよね。そこで今回の動画ではヨーグルトを食べると脂肪がつく体の部位トップ3、ヨーグルトで太る原因5つ、ヨーグルトで太らないための方法5つ、最後にスーパーで買える痩せるヨーグルトトップ3の順で解説します。この動画を見終わったあなたはヨーグルトで太る原因が分かり、逆にヨーグルトのダイエット効果を倍増させながら痩せる方法が分かります。人生最後のダイエットにしたい方は最後までご覧くださいね。なので早速ヨーグルトを食べると脂肪がつく体の部位トップ3からご紹介します。本題に入る前に今後もこのような情報を見逃さないためにチャンネル登録をよろしくお願いします。ヨーグルトを食べると脂肪がつく体の部位第3位、二の腕。例えば二の腕を見られたくなくてノースリーブの服をもう何年も着ていないなんてことありませんか？実際に毎日欠かさずヨーグルトを食べていた方が袖からはみ出るお肉を見ると何とも言えない気持ちになって悲しくなるんですとおっしゃっていました。第2、お尻。お尻が大きいのが気になるからお尻周りを隠すようなダボーっとした服が最近増えてきたんですというお話をよく聞くんですけど、その気持ちよくわかります。誰だって人に見られたくないからついつい隠したくなりますよね。特にヨーグルトで脂肪がつきやすいのはお尻の下の方と言われています。これではますますお尻が大きく見えてしまって本当に嫌ですよね。第1位、どこだと思いますか？3秒考えてみてくださいね。堂々の第1位はお腹です。いかがでしたか？もう何年もウエストがゴムの洋服しか着ていません。以前のようにウエストがキュッとしたベルトでくびれが見えるスカートをもう一度着てみたいですと先日カウンセリングでお話しされた方がいらしたんですけど、実は特にお腹周りって脂肪がつきやすいんです。なぜかというと内臓を熱や物理的な衝撃から守るためなんですね。また内臓そのものに脂肪がつくことでポッコリお腹になることもあります。以上3つの体の部位はヨーグルトに含まれる乳脂肪分によって特に脂肪がつきやすい部位です。ではなぜこのようなことが起こるのかなんですけど、ここからヨーグルトで太る原因5つについてお伝えしていきます。これ知らないまま食べているとますます太ってしまうので最後まで聞いてくださいね。1つ目、ヨーグルトの食べ過ぎ。食べ過ぎは当然ながら太る原因になります。ヨーグルトを食べた分だけ摂取カロリーや脂肪分が増えるからです。いやいや、そんなこと言われなくても分かってるって思いますよね。では質問です。あなたはどんなヨーグルトがお好きですか？スーパーのヨーグルトコーナーに行くと美味しそうなヨーグルトがたくさん並んでいて、ついあれもこれも試してみたくなりませんか？特にフルーツ入りとかソース付きの濃厚なチーズケーキのようなヨーグルトもありますよね。なのでついつい美味しくて食べ過ぎてしまったなんてことないですか？ここまで甘いデザートのようなヨーグルトではなかったとしても、ヨーグルトはヘルシーだし食べても大丈夫と思っていたら大間違いです。普段の食事にプラスしてヨーグルトを食べている場合も太りやすくなります。ヨーグルトを食べ始めて太ったという場合は全体のお食事量を見直してみましょうね。2つ目、脂肪分が高いヨーグルトを食べている。よく考えてみてくださいね。ヨーグルトの原材料って何でしょうか？そうです、生乳ですよね。ではバターの原料ですよね。そう思うとヨーグルトも脂肪なんだってイメージしやすくないですか？なのでヨーグルトの中でも乳脂肪分が高いものはもちろん太ります。特に口当たりがまろやかで濃厚なヨーグルトってクリームチーズみたいでとっても美味しいですよね。そんなヨーグルトは脂質が高い傾向があります。脂質が少なめのヨーグルトを食べたい場合は低脂肪を無脂肪をと記載されたものを選びましょう。3つ目、寝る直前に食べている。その理由は夜は昼よりもカロリー消費量が低いからです。例えば夜寝る前に
ホットミルクを飲むという方も多いのではないでしょうか。飲むとホッとした気持ちになってリラックスできますよね。確かに寝る前にヨーグルトを食べると安眠効果があると言われています。ただ夜は昼間に比べてカロリー消費量が低いので吸収した栄養はエネルギーとして消費されずに体に脂肪としてどんどん蓄積されていきます。結果として太るというわけですね。特に21時以降にヨーグルトを食べる方は太りやすくなります。夜間は BMAL1 という酵素の働きが活発になるからなんですけど、簡単に言うと食べたものを脂肪として体に蓄積させるわけです。なので同じヨーグルトを食べても食べる時間帯が違うと太るというわけです。4つ目、冷たいヨーグルトを食べている。その理由は内臓が冷えて代謝が下がるからです。例えばキンキンに冷えたヨーグルトに冷凍フルーツをトッピングしてお風呂上がりに食べたりしていませんか？これならアイスよりは太らないから大丈夫なんて思っていたら大間違いです。冷えは肥満の始まりです。なので常温かホットヨーグルトにして食べるといいですよ。5つ目、乳製品が合わない。乳製品が体に合わない場合は太りやすくなります。例えば牛乳やヨーグルトなどの乳製品を飲んだり食べたりすると決まってお腹が緩くなるなんてことないですか？実は日本人の約 85% 以上は牛乳が合わない体質と言われています。どうしてかというと、日本人の多くは牛乳に含まれる乳糖を消化するために必要な酵素をうまく作ることができないからです。こんな方は消化不良を起こして腹部の膨満感、便秘、下痢、おならなど様々な消化器症状を引き起こすと言われています。なんだか最近お腹が張っておならがよく出るなーなんて方は実はヨーグルトが原因かもしれませんので要注意です。ヨーグルトで太る原因が分かったところで、次にヨーグルトで太らないための方法を5つ解説していきます。これでヨーグルトのダイエット効果を最大限に活かしながら痩せることができるので最後までご覧くださいね。1つ目、無糖のプレーンタイプを選ぶ。加糖タイプのヨーグルトって美味しくって食べやすいですよね。ただ糖分が多くて太りますって言われたら、そんなの当たり前って思いませんか？でここからなんですけど、無糖のプレーンタイプを選んで食べているにもかかわらず太る人の特徴があるんです。何だと思いますか？3秒数えますので考えてみてくださいね。それはヨーグルトの付け合わせに要注意ということで、例えばプレーンのままでは美味しくないので食べやすくするためにジャム、ソース、お砂糖、またフルーツやナッツをトッピングしたりなど、気がついたらお皿がてんこ盛りでこれでもかっていうぐらいあれこれ入れて食べていませんか？これは NG です。カロリーも糖質もオーバーで太ります。どうしても甘みをつけたい場合は純粋蜂蜜を少量加えるのがおすすめです。なぜかというと、蜂蜜に含まれるオリゴ糖がヨーグルトの乳酸菌の餌になって腸内環境を整えてくれるからです。具体的には便秘を改善してくれます。ヨーグルトに含まれている乳酸菌は腸内の悪玉菌を減らして善玉菌を増やします。善玉菌が増えると便秘が改善されて結果代謝がアップします。つまり純粋蜂蜜を適量入れてヨーグルトを食べると脂肪が燃えやすい体質になって太れにくくなります。2つ目、摂取量を守る。よくヨーグルトは1日どれぐらい食べて大丈夫ですかと質問いただくんですが、逆にどのくらい召し上がっていますかとお尋ねすると、1日2回に分けて 200g ずつ食べています。でこれはファミリーサイズ1パック 400g に相当する量で明らかに食べ過ぎです。厚生労働省の食事バランスガイドによると、乳製品の1日の摂取量の目安は 100g から多くでも 200g までです。チーズなど他の乳製品を摂る場合はヨーグルトの量は減らしましょうね。3つ目、就寝時間の3時間前までに食べる。夜は食べたものが脂肪に変わりやすいからです。例えばこんなことないですか？毎日仕事や家族のお世話でバッタバタしていて時計を見ると、もう21時過ぎてる、何か食べないと、でそこからやっと食事をする。もうどうかしたら家族の残り物が食事に
になっているなんて私たち女性にはあるあるではないでしょうか。でここからなんですけど、太らない食べ方は就寝時間の3時間前までに食べる、具体的には21時以降の摂取は控えることです。なぜかというと摂取した食べ物をしっかり消化させるためです。胃の内容物が消化されないまま寝ると就寝中も消化が続きます。つまり体がしっかり休めないので睡眠不足になりやすいんです。睡眠不足は食欲を増進させるグレリンというホルモンの分泌を促すので、あなたはますます食べたくなってしまうという負のスパラルへ、なんて絶対嫌ですよね。例えば夜11時に寝ているなら遅くても20時までに食べ終わる、こんな感じで寝る時間から逆算してスケジュール管理していきましょう。4つ目、飲むヨーグルトは避ける、糖質や添加物が多くて太るからです。あー今日も食べる時間がない、とりあえず飲むヨーグルトでも飲んでおこうみたいに手っ取り早くグビグビっと飲んで済ませちゃおうなんてことないですか。ヨーグルトは本来食後の血糖値上昇を緩やかにします。なのでインスリンの分泌も緩やかになるため太りにくくなります。ところが甘味料たっぷりの飲むヨーグルトは逆に血糖値が急上昇してどんどん脂肪を溜め込むことになりますし、固形ヨーグルトに比べてカロリーも高めです。乳酸菌などの痩せ菌も増やす代わりに糖質や人工甘味料などでデブ菌も増えている、これではますます太ってしまいます。5つ目、豆乳ヨーグルトを食べる、その理由は女性ホルモンのバランスが整って痩せるからです。例えば40歳過ぎてからも全然痩せないし、体型が変わって以前着ていた服が着れなくなってきたなとか、体重が増えて動くのが億劫になったなど自分に自信が持てなくなっていませんか。これらの悩みは女性ホルモンバランスの乱れから起こってるんです。実は40代過ぎた女性は痩せホルモンこのエストロゲンがどんどん減っています。このエストロゲンが減ったことが肥満の原因なんですね。そこでこのホルモンを補ってくれるのが豆乳ヨーグルトです。豆乳ヨーグルトに含まれるイソフラボン、別名植物性エストロゲンが痩せホルモンの働きをサポートしてくれます。すると1、代謝の向上でカロリー消費量が増えるため体重が減りやすくなったり、食欲が自然にコントロールされたり、3、効率的に体脂肪を減少させることができたり、4、水分バランスが改善されてむくみ解消で見た目もすっきりしたり、5、ストレスホルモンの影響を受けにくくなるのでストレスによる過食が減少するなどなど嬉しい効果がたくさんあります。ではここから特に40代以降の女性に一押しの痩せるヨーグルトトップ3をご紹介します。第3位、豆乳グルトプレーン無糖、モンドセレクション金賞を受賞するほど人気のヨーグルトです。実際に私豆乳ヨーグルトの味がどうも苦手なんですっていう方いますよね。でもモンドセレクション金賞を受賞するほど美味しいって聞いたらいかがですか。これなら食べてみたいな、続けられそうって思いませんか。美味しさの秘密は長野県木曽地方の伝統発酵漬物すんき漬けから発見された植物由来の乳酸菌が入っているそうで、これはもう美味しいに決まってるって思いませんか。第2、ソイビオ豆乳ヨーグルトプレーン、このヨーグルトはイソフラボンを効果的に摂取できます。例えばこんなことないですか。若い頃はちょっと運動したり食事の量を減らすと次の日にはすぐに体重が落ちていたのに、今は何をやっても1キロも体重が落ちない。それは年齢とともに女性ホルモンの減少イコール痩せホルモンの減少が大きな原因なんですね。そこでこのホルモンを補ってくれる救世主が豆乳ヨーグルトに含まれるイソフラボンなんです。なので特に40代過ぎの女性におすすめです。豆乳ヨーグルトならどれもイソフラボン煮じゃないのって思いませんでしたか。その通りなんですが、特にこのソイビオ豆乳ヨーグルトは4種類の生きた乳酸菌の発酵により体内に吸収されやすいアグリコン型イソフラボンが増加するので、イソフラボンの栄養素を無駄なく吸収できるすごいヨーグルトなんです。なるほど、女性にとって嬉しい効果があるのは分かったけど、でも豆乳ヨーグルト
ルトの大豆臭が気になって食べづらいのよねなんてことないですか？実はこのヨーグルト、大豆臭が少なくなるように大豆を高温で煮てアク抜きをした後に薄切りして大豆の成分を抽出する絞り製法で作られているんです。なので大豆臭が気になって食べづらいという方にもおすすめです。第1位、豆乳グルトリッチテイストプレーン無糖。おすすめの大きな理由は国産大豆を 100% 使用して作られているからです。外国産の遺伝子組み換え大豆は危険ですよね。国産大豆 100% 使用なら国内での遺伝子組み換え作物の栽培やポストハーベスト農薬の使用が認められていないので安心です。ここで突然ですが質問です。豆乳ヨーグルトを食べた時に、なんかヨーグルトっていうより硬くって、これお豆腐みたいじゃないって感じた経験ありませんか？私はあります。なので滑らかなヨーグルトがお好きな方は、豆乳グルトリッチテイストは国産大豆と植物由来の乳酸菌を使用していて、まろやかで食べやすいのでおすすめです。また1日2回2週間食べ続けるとお腹のすっきり感が実感できるといった研究結果をメーカーさんが発表しているほど便通にも効果があります。ここまで大丈夫ですか？ヨーグルトのダイエット効果を引き出すためのとっておきの情報をご紹介しました。ぜひご活用くださいね。私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。今回のまとめです。ヨーグルトを食べると脂肪がつく体の部位トップ3は、第3位二の腕、第2位お尻、第1位お腹。次にヨーグルトで太る原因5つは、1ヨーグルトの食べ過ぎ、2脂肪分が高いヨーグルトを食べている、3寝る直前にヨーグルトを食べている、4冷たいヨーグルトを食べている、5乳製品が合っていない、そしてヨーグルトで太らないための方法について、1無糖のプレーンタイプを選ぶ、摂取量を守る、3食べる時間を工夫する、4飲むヨーグルトは避ける、豆乳ヨーグルトを食べる、最後に痩せるヨーグルトトップ3次は、第3位豆乳グルトプレーン無糖、第2位ソイビオ豆乳ヨーグルトプレーン無糖、第1位豆乳グルトリッチテイストプレーン無糖でした。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、今のうちにチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねやコメントをお願いします。また質問には私がお返事しますね。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。